こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。サッカークラブ育成シミュレーションカルチョビットアを始めていきたいと思います。ということで、メソレ那覇ですね。フラスコがとにかく強い。フラスコと、まあ、ナノも決めてくるでしょうということで、キーパーはそんなに強くないということで、しっかり勝っていきましょう。41% ですね。正直こっちの方が思ったほど差じゃないです。行きましょう。守備上を意識したんでしょうか、この壁は。狙った？タイミングが合わない。今チャンスだったのにな。扇が。こちらボールを送引、チャンス。誰もいない。これは無理だろう。ああ、だが、フラスコを取られてしまう。のフラスコの守備がすごいんです。やばい、ヘイロー。マーコはなんとか、キープした。縦を攻撃。ちょっと勢い遅いではないかな。なのか、だが、取られてしまう。ピンチだ。ここは夏希が、タッチ。さあ、マノカ上がっていく。センタリング。だが、扇がいる、また。シレオ、チャンス作ろうとしてますが、これやばいな。コーナーキックです。ピンチ。フラスコが、もう、みゆきが、ピンチを乗り切った。三角コースが怖いな。フラスコは直接シュートに行きますね。三角の連携がすごい。ファウルです。さあ、これはイエローカードでしょうか。出ましたね。さあ、フリーキック。残念。お、コーナーキックになりました。チャンス。ナーコ、ヒーローが。すごい。一回バックパスして。うまい。決まった。3失点。いいぞ。私はしてくるみが強烈シュートを決めました。先取点です。さあ、前半の方はほとんど時間がないでしょう。さあ、ハーフタイムに入りました。ハーフタイムちょっと疲れてますね。
危ない危ない、まあ、すごく危なかったですね。ペナルティキック、トライはピンチでした。さあ、さあ、タッチ。さあ、2点目が欲しい。おー、チャンスです。こちらボールをスローインになりました。ん？センタリング、これは、くるみ、わーっと、なんかそこ誤ってしまった。続くヘイロー、ヘイロー、ちょっと、あー、やってしまった。ペナルティーキックになります。ラスパー蹴ります。あー、やられてしまった。キルコのフラスコ、すごいですからね。取らないといけません。今日結構疲れている。なんてしまった。なかなかうまくいかないものです。ガッツがすごいんですよね。斜めボレー、相手を揺るぎない気持ちに負けています。さあ縦に出した。この後ひらめき突破するしかないですね。少しやられてしまいます。おっと、うわー、出てきませんで、怒られてしまった。お、サポーターも。これは、さすがに厳しい。相手が完全にリフレッシュしてしまいました。ほとんど時間はない。よいしょ、試合終了です。出てるんですよね。これはシュートミスか。チャンスが訪れます。コーナーキックになる。この後スパスからクリリン、これはお見事でした。後半流れが一気に変わります。ここでクルミがミスってしまう。なので後半21分、こっからが怒涛の相手の攻め。さあフラスコです。そしてこれが決勝点になりました。マノニボレー。さらにまたマノ、決定的な点を与えてしまいました。
このボレーは強烈すぎる。最後ピンチの状態で終わってしまいます。高さめが攻め込んで夏季を取ったところ、試合終了。コースは圧倒的ですね。そうで、那覇を投手にやられてしまいました。課題を3ついただいております。これで、ね、2位に交代、エルダード欧州です。そうで、那覇にも並ばれてしまいました。大激戦。負けずに戦いたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。